1966FIFA ワールドカップは、1966年7月11日から7月30日にかけてイングランドで開催された第8回目の FIFA ワールドカップである。地元イングランドが決勝で西ドイツを4-2で破り、史上5カ国目の優勝を遂げた。W 杯としては、初めてこの大会からテクニカルスタディーグループが導入された。 出場選手は 1966FIFA ワールドカップ参加チームを参照。前回大会と同じ方式で行われた。地区予選を突破した16チームを4カ国ずつ4つのグループに分け、各グループの1位と2位チームが決勝トーナメントに進出する。なお、FIFA は今回から出場選手へのドーピング検査を導入したが、違反者は出なかった。 アルフラムゼ監督に率いられたイングランド代表はグループ1を1位で通過したが3試合の合計得点は4点。しかしながら DEF ボビームーはジャッキー・チャールトンや GK ゴードン・バンクスの活躍により失点は0であった。ウルグアイが2位で通過しメキシコとフランスがそれぞれ3位と4位で大会を去った。今大会をもって引退したメキシコの GK アントニオ・カルバハルは 5大会連続出場というワールドカップ記録を打ち立てた。グループには西ドイツとアルゼンチンがそれぞれ2勝1分の勝ち点5でグループリーグを通過した。西ドイツは20歳の新生フランツベッケンバウアーが華々しくデビュー、早くもレギュラーに定着して4得点を挙げ決勝、進出にも大きく貢献した。スペインはスイスに勝利した勝ち点2のみであり、 スイスは3連敗を喫して共に姿を消した。グループ3では前回優勝国のブラジルがポルトガルとハンガリーに抑えられ3位となり、ブルガリアと共にグループリーグで姿を消したため大会3連覇はならなかった。4年前の前回優勝国がグループリーグで敗退するという結果はワールドカップ史上初であった。この記録は2002年に日韓大会で フランスが敗退するまでブラジルが独占することになる。しかし、エースのペレガリンシャを抑えるため悪質なファウルを繰り返した、ブルガリアとポルトガルの、勝つためには手段を選ばない姿勢はフィーファに、危機感を抱かせるに十分であり、次回から、ラフプレーを防止すべくレッドカード、イエローカードが導入された。グループ4では、 初出場の北朝鮮が僕とよくのシュートにより、イタリアを1対0で下し、台風の目となった。この結果、北朝鮮は1勝1敗1分のグループ2位となり、アジア勢としてのワールドカップ初勝利と、グループリーグ初突破を果たして、ソ連と共に決勝トーナメントに進出した。北朝鮮の大会前の評価は低く、北朝鮮の大会前の掛け率は五百対一で、あったが、 当時の北朝鮮は、情報が漏れてこない国だった。この時の北朝鮮は、東欧の社会主義国と親善試合を行い強化され、小柄だが力強く運動量豊富で、スピードがあり、技術的にも正確なチームであった。北朝鮮が、イタリアを一のゼロで下した試合を、各国の記者は、1950年、ブラジル W 杯で、 アメリカがイングランドに勝った試合に匹敵する大番狂わせだと大々的に報道した。なお、イタリアの選手たちはこっそり帰国したものの、ローマの空港で待ち構えていたファンから腐った卵やトマトを投げつけられるという屈辱を味わっている。前回ホスト国で3位入賞の検討を見せたチリだったが、2敗1分のグループ再開で大会を去った。 準々決勝で西ドイツはウルグアイを4対0の大差で下した。北朝鮮はポルトガルを前半25分までに3対0とリードしたが、大会の得点王となるエンゼビオが4得点を決め、さらにアウグストが後半33分に5点目を決め、5から3の逆転勝利で準決勝に進出した。ソ連は GK レフヤシンがハンガリーを1点に抑え、2対1で下した。 イングランドはアルゼンチンを1対0で下し、4試合連続無失点で終えた。準決勝はいずれも2対1であった。ベッケンバウアーが決勝点を挙げた西ドイツがソ連を下し、ボビー・チャールトンが2得点を決めたイングランドがポルトガルを下した。無失点を続けてきたイングランドだったが、エウゼビオに PK を決められて初失点を起死した。 地元イングランドと西ドイツの顔合わせとなった決勝戦はサッカーの総本山ロンドンのウェンブリーで行われ観客数は9万7千人に達した試合は追いつ追われつの展開で両友愛譲らず2対2で延長戦に突入した延長前半10分過ぎにジェフハーストがシュートを放ちクロスバーに当たりほぼ真下に跳ね返った後西ドイツの選手によってクリアされた ゴールを確認できなかった主審は先進に確認を求め、先進は得点が決まったと伝えたため、イングランドが3対2とリードした。西ドイツ側はこの判定に猛然と抗議したが覆らなかった。サッカーで得点が認められるためには、ボールがゴールラインを完全に超える必要があり、当時から実際にゴールが決まったかどうか、激しい議論の的になった。スローモーションも、 多言中継もなかった、当時の技術では一般の視聴者だけでなく専門家であっても得点を判断するのは不可能であった。1995年にオックスフォード大学の研究者が当時最新のコンピュータを用いた解析を行い、ボールは戦場にあり、得点は認められるべきではなかったと発表した。いずれにしろ主審が得点を認めた判断が尊重され、記録に残ることになる。 ドイツでは今もあれはノーゴールとして認めていない。ハーストは120分にもゴールを決め、ワールドカップ史上唯一となる決勝でのハットトリックを達成、試合を4対2と決定的にした。ゴールの笛を試合終了の笛と勘違いした観客がピッチになだれ込み、その後間もなく試合終了の笛も吹かれた。なお、その後のイングランドは1990年、 イタリア大会と2018年ロシア大会でのベスト4が最高成績であり、決勝進出を果たしたのは今大会のみである。イングランド代表は優勝式典で女王エリザベス2世からジュールリメハイを受け取った。グループ1、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2、 チーム一部位、チーム二、チーム一部位、チーム二、グループ二、チーム1部位、チーム2、チーム1部位、チーム二、チーム一部位、チーム二、チーム一部位、チーム二、チーム一部位、チーム二にしドイツが特殊点差でグループ一位に。グループ三、チーム一部位、チーム二、チーム一部位、チーム二、チーム一部位、チーム二。 チーム一 v チーム二、チーム一 v チーム二、チーム一 v チーム二、グループ四、チーム一 v チーム二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 、チーム1部位、チーム2、チーム一 v チーム2、チーム一 v チーム二、チーム一 v チーム二、チーム1部位、チーム2、チーム1部位、チーム一 v チーム2、チーム1 v チーム23位決定戦、チーム1 v チーム2決勝、チーム1 v チーム2、ありがとうございます。